社会人のための特別セミナー2日目 の、 連続というか昨日からの連続で、今日の礼拝を持って、セットとしようという、企画なんですけれども、で世にあって弟子として生きるというのがそのタイトルなんですね。で昨日、午後、ここで1日目が行われたんですが、ちなみに1日目に出られたという方は、お願いしますか。はい、でその方に聞きますけど、その内容はどうでしたか。よく素晴らしかったなと思ったら拍手で教えてほしいです。来なかった人は損したなと思う人は拍手で教えてほしいです。でですね、本当にね、素晴らしくてですね、紹介しますけれども、先ほどもありましたけれども、私も友人のドバタ、僕はドバッチと呼んでいるんですけれども、ちょっとお立ちいただいて、はい、今回に僕がここで話した時にも、少し、話の中に出てきた、北海道に住んでいる小児科のお医者さんと言っていた、で、私をこう本当に穴から引き上げてくれた代表的な人で、とても、素晴らしい話ですので、ぜひですね、聞けなかったという方は、何らかの形で、今後聞けるようになる CD があるということですので、聞いていただければと。で今日もね、本当は戸畑君が話した方が、そのビデオを流した方がむしろいいんじゃないかという説もあるんですけれども、昨日とは少し違った視点で、私から、私たちはなぜ働くのかというタイトルで、話させていただきたいと思っています。では最初にお祈りを、します。愛する天の父の神様、昨日から、世にあって弟子として生きる、というテーマで私たちは学びを続けています。私たちはなぜ働くのか、今日、ここからあなたからのメッセージを受け取りたいと思います。どうぞ、お一人お一人と伴って、あなたがお語りくださることを期待いたします。この時間を主にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。で、この、テーマなんですけれども、とても大きな、テーマなんですよね。私たちはなぜ働くのかっていうのはすごく大きな問いなんですよ。で、この話をするにあたって、ちょっとね、キリスト教の歴史を遡りたいなと思うんですよね。ちょっと遡りすぎなんじゃないかという説もあるんですけれども、でも19世紀から20世紀のプロテスタント教会の歴史というところから、私たちはなぜ働くのかというところに最後は着地したいと思っているんですけども、うまくいくかどうかわからないんですけども、だいぶ大ジャンプを試みています。で、でもなんでこういう話をしようと思ったかと申しますと、割とですね、私たち教会でこう、私たちの教会がどういう教派なのかとか、キリスト教会というものがあるけれども、私たちはその中のどの位置にいるのかとかっていう話って案外聞かないことないですか。で、私は超教派のね、働きをするようになって結構初めて知ることが多くて、あ、なるほど、自分ってこういうとこにいたんだなとかってことが分かってくるわけなんですよ。で、これを専門用語じゃないけど難しい言葉でメタ情報っていうんですよね。情報っていうのがあって、情報を俯瞰する目からメタ情報っていうんですよ。で、例えばね、学校で教育とは何かっていう小中高で習ったことあります？ないですよね。小学校の授業で初等教育とはっていう授業ってないですよね。でも教会で教会とは何かっていう話をするっていうのはそういう議論なんですね。メタ議論です。でもこれ案外大事で、皆さんガマボーリに住んでいますけども、ガマボーリが全世界だと思っているとちょっといろいろ不具合も生じてくるんですよね。で、今アメリカの大統領選挙やってますけども、ドナルド・トランプさんね、割と人気があるんですよね。で、人たちを支持している支持層で、いろんな人がいるんですけど、とても典型的な人を支持している人たちってどういう人かというと、アメリカ人の、2人に1人は自分が住んでる州からね、一歩も出ないんですって、死ぬまで。
町山智博さんっていう映画評論家の人がいるんですけど、でアメリカのねアラスカ州知事のサラ・ペイリンっていう人ご存知ですか、ね、でその人すごい敬虔なクリスチャンで、で、まあ、いわゆるだからトランプさんを支持している人たちと同じような人が支持した人なんです。でその人はアラスカ州知事になるまでアフリカって一つの国だと思ってたんですって。で、まあ、つまりでアラスカ州知事になったからこうイラクの視察に行かなきゃいけないと、でその時に初めてパスポートを取ったんですって。で自分が住んでいる世界が全てだと思っていると割といろいろ不都合なことが起きてくるなということをアメリカの社会を見ても感じたりするんですよ。なのでちょっと遡って私たちが今じゃあICBC という教会で礼拝しているけれども、それはどういう位置にいるのかということを相対化するっていうんですけども、メタ視点から眺めてみるということを試みてみたいです。そこから最後は、なんで働くのかということがなんかこう輪郭がねつかめていただければなと思っています。でまずね教会っていうのはとても大きく二分法で分けますと、どうなります？そうなんですよ、カトリックとプロテスタントの関係して、でカトリックに関しては今日はあまり掘り下げる時間は当然ないのではしょります。でも19から20世紀に起きた大事件がありまして、これは両方にとっての大事件だったんですが、特にプロテスタント教会はとても危機が生じたんです。どういう危機だったかというと、進化論というのがね出てきまして、でこれ進化論単独のインパクトというよりも、まあ、その頃とてもね科学がどんどん発達していったんです。で産業革命とかがあって、でいろんなことが分かるようになっていったんですよ。で地球が回ってるということも分かるようになったし、丸いってことも分かって、でいろんな全てが、まあ、ニュートン力学とかね、でこの世の真羅万象の全てをおそらく人間はいつか科学で説明できるようになるんじゃないかとみんなが思った時期っていうのが19世紀なんです。でとどめを刺したのが進化論ですね。で進化論って最後の最後の人間がどうやって生まれたかっていうのを説明した限り見えたんです。でそこですごくこう驚いたというか戸惑ったというか動揺したというか、困ったのが宗教の世界で、そうすると、それまで宗教が説明するよって言ってた分野を科学が説明するようになっちゃったんですね。そうすると宗教の位置がなくなっちゃうと、ということで、困ったぞと、私たちは、まあ、社会に居場所を失うかもしれないぞとプロテスタントの教会は動揺しました。で、ここで何が起こったかというと、ある人たちはこう考えたんです。そうだと、合理的に聖書を解釈して、そしてそうすることによって適応して生き残っていこうと。でその人たちのことを、まあ、WCC というね世界的な組織があるんですが、まあ、主流派と呼ばれるんですよ、この人たち。で、日本では日本キリスト教団という教団が、まあ、主にそれに当たるということですね。でこの人たちは、何をでも固くこれだけは保とうと決意したこともあったんです。合理的に聖書を解釈した一方でね。で、それは社会運動とかね、日本キリスト教団の人たちは今でも社会運動を結構一生懸命やりますね。反原発の運動だったりとかね。で社会奉仕ですね。で病院を建てたり学校を運営したりとか、そういうことも一生懸命やったんです。でも一方で損失も当然あったわけなんです。でどんなことかというと、神の超自然的な働きであったりとか、あと聖書の権威というものに対する信仰を次第に失っていったと。例えば、まあ、代表的なのは処女降誕というのね、あれはなかったんじゃないかと思いますよね。まあ、そんなことを言うことによって、科学が全てを説明する世界に適応しようとしたんですね。で、もう一つ福音宣教に対する情熱っていうこと、まあ、霊的に神聖するとかっていうことはあんまり強調しなくなったんですね。で、もう一方の枝は何だか分かりますか？今プロテスタントが分かれたんですね。はい、これね大きくくくると福音派と呼ばれる、ところですね。で私たちがいる位置というのはここですよね。それで大丈夫ですよね。はい、そうなんですよ。私たちは福音派と呼ばれる大きく分けるとグループに属しています。で、
そこにはいいこともあれば、失ったことも当然あるわけです。で、まず福音派が、維持したというかね、この科学という激震にもめげずに、福音派が守ったものは何かというと聖書の権威ですね。聖書というのは神の言葉なんだということを言い続けたんです。そして福音宣教ということを19世紀20世紀し続けたのも福音派なんですね。でも一方で、この福音派の人たちにはこう主流派といわれる人たちに対するとても強い反発心というか批判精神というか、あいつらは何をやってるんだという気持ちもあったわけで、それによって生まれた損失というのがあって、何かというと社会との関わりなんですよね。で、福音派が19世紀20世紀に失ったとても大きな美徳の一つは社会奉仕なんですよね。で、社会奉仕っていうのは主流派の人たちがやってるもんだろうと、だから俺たちはいやもっと大切な福音伝道をするんだっていうふうに考えたんです。そして慈善活動とかね、あと社会運動とかね、あれもまあ日本でやっとけばいいよ、俺たちは福音というものを伝えるんだというふうに反発したわけなんですね。でもこの元をたどれば実は一つのものというか神の宝なので、でもその一部が実は奪われたんですよね。これって悪魔が盗んだんだと思うんですよね。でもそれを取り戻すっていう動きが、この数十年で起きているっていう話を、今日の前半はしたいと思います。で、これをまあ再融合というんですけども、この主流派が一生懸命やっていた社会奉仕の部分と福音派がやっていた福音宣教の部分を一つのものにもう一度取り戻していこうという動きが起きてきたのが、一番最初の大きなイベントというのが、この運動なんですけども、これは1974年、この、ね、左にいる人はジョン・ストットという人で、20世紀の最大の神学者の一人と言われて、でもう一人はカール・バルトという人なんですけども、ジョン・ストットという神学者です。この人ともう一人の人が発起人になりました。でもう一人、これ皆さんご存知かもしれませんけど、ビリー・グラハムですよね、アメリカの一番有名な、ね、大衆伝道者ですよね。今も90代で確かご存命なんですね。で、この人が、この2人が発起人になって、この2つを社会奉仕と福音宣教を統合していこうよっていう働きが、生まれてきたと。それが、1974年の第1回ローザンヌ世界宣教会議なんですよ。で、ここで宣教の両輪っていう概念が、打ち立てられたというか提案されたわけです。で、宣教の両輪っていうのは、まあ、こう車軸があって、でタイヤが2個ついてると、その2個のタイヤの1つが福音宣教で、1つが社会的責任だと、人々に奉仕していく愛の技なんだと。で、これを取り戻していこうよっていうことを福音派の中から起こってきたのがローザンヌ世界宣教会議で、で、これへの応答としてどんな働きが起きてきたかというと、例えばあのワールドビジョンとか皆さんご存知ですかね。で、私もあの関わりましたけれども、フードフォーザハンガーとかね、あの世界でたくさんの食べられない人、南北問題というのは当時の大問題でしたから、だからそれに対して福音だけでなくて食べ物も届けようよという働きが福音派の中から出てきたということはとても革命的なことだったんです。はい。で、歴史は進みますね。第1回のローザンヌ世界宣教会議がスイスで行われまして、第2回が実は89年に、マニラでね、行われたんですね。で、このマニラでのローザンヌ世界宣教会議っていうのは、まあ、基本的に第1回の内容を踏襲するというか、受け継いで、それを少しバージョンアップしたという内容だったんです。でもところがですね、89年以降世界史はすごく大きく動いたんですよ。で、これで100年後にあのすごいターニングポイントとされるはずなんですけども、で、ま、あの大きく3つの世界史的な出来事が起こりました。一つは東西冷戦が終わったんですね。1991年にソ連邦が崩壊しまして、で、東西冷戦という構造が終わった後の社会ですね、ポスト冷戦と呼ばれる世界に入っていきました。二つ目、アメリカの911のテロですね。これも実は大きな、転轍点だったんです。
3つ目、インターネットですね、が、マスというか一般大衆レベルまで、普及しきったというのがこの間に起きています。でこの3つによって、どういう社会の変化があったかというと、実は社会が本格的なポストモダンと呼ばれる時代に入っていたと。このポストモダンについては後ほど説明しますね。これはモダン以降というんですけど、近代という時代が終わり、そしてその次の時代に社会が入っていたと。つまりこの世界がこう歴史的に大きなフェーズを乗り越えたというか、またいなんですね。じゃあまたぐと、そうするとそのローザンヌ世界選挙会議の最初の内容っていうのはアップデートを迫られますよね。社会が変わりますと当然選挙のあり方も変わりますから。でそこで、2010年に第3回ローザンヌ世界選挙会議というのがケープタウン、南アフリカで行われましてですね。でこのケープタウンに私たちの団体の柳沢みどりさんも参加したんですけども、世界から確か4000人ぐらいの神学者とか宣教師とか牧師とかね、こうキリスト教会のリーダーが集まった会議です。で、ここで何が話し合われたかというと、両輪という概念が先ほどあったんですけども、で昨日のセミナーの中でも、ね、出たんですけども、それからさらに進んで、実は両輪、右と左というよりもこれはもう一つのものなんだと。で社会的責任、つまりまあ世俗的と今まで言われてきた仕事も、また福音伝道や教会の働きも全く同じ神の宣教という概念の一部であると。で結構これ違っていて、右のタイヤと左のタイヤってバラバラにできますよね。でもいちごミルクの中のいちごと牛乳ってバラバラにできないですよね。まあ、それと同じようなもんだと。全く一つの神の働きというものの中に愛の行動があり、そして福音の伝道があるというふうに進んできたと。でプラス21世紀にポストモダンの社会になってきて、新たなたくさんの重要事項が出てきたわけですね。それに対しても対応できるようになってきていて、でまず自然環境の問題、21世紀は必ず環境の世紀と呼ばれるようになります。これ予言していいですけど、で絶対そうなんですね。なぜなら、今のままの生活を、今の70億人が続けると、まあ、地球がもう一個いると言われてるんですね。で多分この問題に取り組まないと人類が生き残れないでしょうから、この問題っていうのはキリスト教会としてもし手をつけなければ、多分他のニューエイジとか他の宗教とか他の世俗的な聖書的にならざる価値観によって鍛えられていくと思われると。だからキリスト教会にとって喫緊の課題なんです。そしてテロですね。でイスラム教徒とどう対峙するかということです。これも盛り込まれました。でポストモダンの社会における宣教ということも盛り込まれました。で性同一性障害 LGBT ですね。で、この人たちの問題とどう向き合うか、これも無視できない問題になってきていると。でこれをどう聖書の真理を曲げずに、なおかつその人たちの尊厳を守るかということですね。とても大切な問題ですね。そして最後にこれ一項目を立てて、仕事と宣教という、項目がこのローザンヌ世界宣教会議第3回ケープタウン宣言に盛り込まれているんです。それほど、まあ、世界の先ほど言った2つの枝の中の私たちが属している福音派は仕事と宣教ということに真剣になり始めているということを認識していただけたらなと思います。で復習になりますけれども、ここで大きなアップデートが行われたと。とても普遍的な、ねものであり、なおかつ多分向こう30年ぐらいは有効だろうと言われる、とても密度の高いアップデートが行われたわけです。で21世紀の包括的な宣教の在り方を定義するというとても重大な、ね、このケープタウン宣言というのがされたんですね。これがその本で日本語にも訳されて、1000円ぐらいだったかなで買えますので、ぜひですねこれ読んでいただけたらと思うんですけど、そんなに長い本じゃないんで、読むだけなら1時間で読めます。でその中から今日仕事と宣教についての箇所を抜粋して紹介します。
ケープタウンコミットメントのパート 2A の3というところが心理と職場という項目で、そこをちょっと抜粋しますね。お読みします。こう書いてあるんですね。聖書が私たちに示す神の真理によれば、人間の技は神が被造物のうちに持っておられる良い目的の一部である。聖書は私たちの職業生活全体をミニストリーの領域内に含めている。これと対照的に、聖属分離という偽りの教えが教会の思想と行動のうちに浸透してきた。この分離は私たちに告げていることは、宗教的活動は神に属するが、その他の活動は神に属さないということだ。仕事はそれ自体、聖書的にも本質的にも重要な意味を持つものであるということを考えることを私たちは怠ってきた。それは全生活をキリストの支配下に置くことを私たちが怠ってきたからである。私たちは全ての信者に対して奨励する。自分自身の日常的なミニストリーと宣教は、それがどこであれ神が働くように召された場所であるということを受け入れ、また肯定しなさいと。私たちは牧師と教会リーダーに対して、地域社会や職場において、そのようなミニストリーに携わる人々を支援するように強く促す。生活のあらゆる場面で生徒、奉仕、ミニストリーの技のために整えなさいと。で、この最後の奉仕というのは、教会の奉仕という意味じゃないですね。文脈を読めば分かるとおりですね。つまり皆さんがしている仕事ということですね。教会は皆さんがそれぞれなさっている、普段なさっている仕事のために訓練する場所だったんです。でも多分20世紀の教会でそのように教えてた教会ってとても少数だと思います。私もそのようなメッセージはあんまり聞いたことがない。で、ここまでが、まあ、めちゃくちゃ長い導入になりまして、今日の内容3つ3点、説明します。ケープタウンコミットメント、真理と職場、先ほど読んだ文章を受けて3つです。1つはその重要な強調点である聖属分離ということをちょっと考えたりと。2つ目は、その文脈的な理由であるポストモダン時代の宣教ということを考えたり、最後に、では私たちはどのように生きればよいということを考えたり。よろしいでしょうかね。はい。で、時間も制限がありますので、少しですね、詰め込んだ内容になると思うんですけども、でも、まあ、聞き流しながらですね、聞いていただければと思っています。で、聖属分離、まず最初に聖属分離ということなんですけども、ケープタウンのコミットメントの、とても大きな強調点というのが聖属分離への反省なんです。で、これを語る上で、実は西洋思想史というものを語る必要がありまして、で、まあ、聖書がありますよね。で、私たち日本の福音派のクリスチャンということを申し上げましたが、私たちがいると。で、その間にはとても長い旅があったわけです。で、それをとても短く詰め込んで話しますと、こうなります。私たち福音派のクリスチャンに最初に福音を伝えたのは誰か、皆さんご存知。はい、フランシスコ・ザビエルももちろんそうなんですが、フランシスコ・ザビエルはイエズス会カトリックの宣教師ですね。じゃあプロテスタントの宣教師は、2人いるんですよね。一番最初に来たと言われるヘボンとフルベッキーというんですが、ちなみにヘボンという人は皆さんが使っているローマ字を発明した人なんです。150年前に横浜の港に来ました。で、この人がたちが150年前にアメリカから、主にアメリカから保守派のキリスト教として来たわけですよ。で、ヘボンさんは長老派の人です。で、このアメリカの特に、保守派のキリスト教がとても強く思想的に影響を受けた、考え方というのがありまして、それが西洋近代思想っていうんですよ。実はこれを下敷きに割と近代の神学って作られてるわけですね。で、近代の父と呼ばれる人がいて、デカルトっていう人、ご存知ですかね。フランス人です。で、1637年にとても有名な書物を記してまして、方法序説という、本があります。で、この中でデカルトは何と言ったかというと、体と魂を切り分けたんですから。で、人間は体と魂が合わさったものだと。で、魂は永続するが肉体は一時的である。じゃあ動物には魂はあるかないかと、デカルトはないと考えたんです。
そうすると動物っていうのは時計とか自動車とかと一緒でマシーンと一緒だって言ったんです。魂がないからね。そういう考え方だったんですね。でさらに遡りますよ。さらにだいぶ遡りますと、キリスト教がローマ帝国の国教化されたのが世界史で習ったと思うんですけども AD392 年です。でコンスタンティウス帝という人がそれをしたと言われてますね。で、ちなみにですね、その時に、まあ、使われていた、言葉ですね、ローマ帝国の公用語ですは何かというとギリシャ語なんですよね。で新約聖書が書かれたのもギリシャ語ですから。でギリシャ語を話す人たちの文化そして思想を何と呼んだかというとこれも世界史で習ったと思うんですけどヘレニズム文化と言います。でギリシャ語を話す人たちは知らず知らずのうちにヘレニズム的に考えるようになっていたんです、ね。でこのヘレニズム文化の、一番源流にある思想って何かというとギリシャ哲学なんですね。でこれ紀元1400年頃です。で、とても一番有名なのがプラトンです。でプラトンでイデア論というのを唱えました。イデア論って何かというと目に見えない霊魂は尊いもの、そして目に見える体や自然界はあまり尊くないものというざっくり説明するとこういうことになります。でデカルトの話にすごく似てませんか。つまり西洋にずっと2000年以上流れている思想の癖っていうのは実は物事を2つに分けるという癖があるんですよ。で宗教改革はこの間にありますけれども実はルターも行いと信仰というふうに分けてるんですよ。でもヤコブ書を読むと行いイコール信仰であると言ってますよね。さっきのイチゴミルク理論じゃないですけど分けれないはずなものを分けるというのが割と西洋の人の好きな考え方なんです。でそうしますとキリスト教神学の通奏帝王のように西洋思想には二分法というのがいつも隠れています。で その神学を土台として私たちはプロテスタントのキリスト教会をしていますから、ですから、これに知らず知らずに影響を受けていると。で西洋思想の二分法どういうことかというと人間をねこういうふうに分けてます。デカルトで言えば心と体だと。でここに線を引いたんですね。でキリスト教会はデカルトを下敷きにしてますからどういうふうに考えたかというとこっちは霊魂だと、そしてこっちがいいものもたくさんあると、聖書、祈り、礼拝、賛美、教会、伝道、牧会と、でこれらは霊魂に関わるものだから永続するものだと。で一方物質界に関わるものがあると。でそれは体とか自然環境とか世俗的な職業とか、世俗的な文化や知識とか、日常生活とか、こういったものですね。で右側、これをとても優れたものだよって言ったんです、キリスト教神学が。で、左側、これはどちらかというと劣ったものだよと言ったんです。で、はっきり言いますけれども実はですねこれほど聖書からかけ離れた考え方は他にないと言っていいと私は思いますし21世紀の神学者たちはそういうことがだんだん分かってきてと私は認識しています。でじゃあ聖俗分離でない聖書の読み方ってどういうものがあるか、たくさん挙げることができますがたった一つだけ紹介しますね。それは仕事と宣教に関する分野ですね。仕事に関する分野、ルカの福音書の19章13節に、こういう箇所がありますね。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売した。まあ、主人が旅に出るんで、しもべたちに商売しておきなさいと書いてきましたよと。で、儲けた人に褒めてあげて、で、埋めた人を怒ったという話ですね。はい。で、問題なのは、これで商売しなさいという最後のフレーズです。で、これ、キング・ジェームス訳聖書では、どうなってるかというと、英語ですね。Occupy till I come と書いてあります。Occupy って意味わかりますか？占領するっていう意味です。占領とかね、占領するっていう意味です。で、オキュパイから派生した言葉皆さん思い浮かびますか？
まあ、パッと思いつく、一番最初に思いつくのって多分オキュペーションなんですか。でオキュペーションって占領っていう意味もあるんですが、もう一つの意味がありまして、職業です。でこのしもべと主人の例えって、イエス様が天に上げられて再臨されるまでに教会に託されたということのメタファーですよね。でその時に占領、オキュペーション、そして職業という言葉を使っているということは、実はこの例えの含み、この例えが意味しているものというのは、実は私たちは神なきこの世界を神の国の価値観によって占領していくんだと。そしてそれは単にトラクトを配ることによってとかではなくて、だけではなくて、それは私たちの職場において、私たちの職能とその奉仕の技を通してなされていくんだということをルカ19章は示唆しています。これって聖俗分離でない聖書の読み方のとても代表的な一つです。次に行きますね。その文脈的な理由、それが先ほどから何度か出てきているポストモダン時代の宣教ということなんですが、ポストモダンというのは近代の後というふうに、まあ字義通り訳せばそうなります。で、ちょっとですね、昔の話をしたんですけれども、私は2008年に、インドに4ヶ月滞在しまして、そのうちの2ヶ月はデリーにいまして、もう2ヶ月はとても田舎にいたんですね。で電気も来てないようなところで、で多分生活水準でいうと日本の明治時代ぐらいですね。で平均余命が30代か40代ぐらいだと思うんですね。で村に500人ぐらいの人口がいて、一番の長老っていう人がよぼよぼ歩いてきて、この人90歳ぐらいかなと思ったら、年を聞いたら50歳、確か50歳って言ってました。で生まれた年とか覚えてないんですよね、はい、なんですけども50代だと。で50代の人が村で一番長老なんです。で乳幼児がとてもたくさん死ぬので、多分平均余命は30代、そういう生活をしている村があります。でそういう村に私は、2008年に2ヶ月滞在しまして、そこで、お世話になったのがバルーさんという、まあ、牧師であり保健師なんですけれども、その人たちはここにこうインフラを作りながら宣教をするんですね。でその人と僕は村々をこうバルーさんのバイクの後ろにまたがり、そして村々を今から伝道に行くから、今日は伝道の日だからって言って、で村を回るんですよ。でブラザーシュンと村に行ったら、あなたの救われた証をしてほしいって言ったんです。で英語でしたら、僕がヒンディー語に訳すからって。で、でその時に必ずイエスが神であって、そしてイエスを信じれば救われるということを必ずその証の中に入れてほしいって言ったんです。でそうすると人が変わるからって言ったんです。でそれ前の晩に言われて、でもなんか、ね、それを想像してなんかうまく像が結べなかったんですよね。なんかうまくいくかなと思って、で言ってみたら、こう日本でいう路傍伝道みたいなもんですから、でそこでイエスは主であるとかって言って、なんか大丈夫か、人も本当に変わるんだろうかと思ったんです。でなんか明日は辛い体験になりそうだぞと、僕はなんか日本のなんか路傍伝道を想像して思ったんですよ。でもバルーさんが、その夜力説してくれたのはこういうことだったんですね。この村々ってまず外国人が歴史上立ち入るということがほとんどの村で初めてなんですね。だから外国人が来たぞって言ったらまず人が集まると、もう生まれて初めている外国人ですから。でさらに彼らにとってイエスが主であって、あなたたちが創造者に作られた存在だということを聞くのが人生で初めてなんですって。人生で初めてどころか、彼らが お父さんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんからしても初めてなんです。彼らはずっとヒンズー教という世界観しか聞いたことがないと。そこに行ってイエスが主であるということを宣言するということは、彼の世界が変わることで、そしてそれによって人の生活が変わるんだよって言われました。で実際に証しをしてイエスが主であるということを告白して、私は帰ったんです。で実際そういうふうにしてバルーさんも伝道によって救われた人たちの生活が変わっていってるんですよね。でそれから、7年後のことなんですけども、僕がですね、まあ、仕事に復帰するようになって去年ですね。で、最初に池袋に行って聞き屋ボランティアをやってみたんですよ。で
これ池袋の街なんですけれども、交差点で聞き破らんとするんですけども、でもやってたらこういう人たちに出会ったんですね。皆さんご存知ですかね。車で信じないと地獄に行くぞ的なことをスピーカーで流しながら、トラクトを配りながら、こう上り沢を立てるね、でこの人たちってすごい僕はとても尊敬していましてですね。で本部が仙台にあるんですが、この創始者の人もう亡くなったんですけれども、私は会いに行ったことがあって、本当にね素晴らしい方なんですね。でこれ全部自分たちのビジネスで儲けたお金の利益でやってるんですよ。自前なんですよ。で、本当に尊敬しているんですけど、ただですよ、僕たちが聞き合おうしますね。町の人のお話を聞くというボランティアをしています。でその横でこれがずっとねスピーカーに流れてるんですね。で横で上り沢があるんですよ。でなんでか本当に理由がわからないんですけども、お客さんが一人も来なかったんですよね。なんで僕がその時思ったのは、これで8年前にバルーさんと一緒にインドの田舎でやったことと全く同じことを彼らはやってるんですよ。だってイエスは主であるって宣言してるんですから。全く同じことをしてるのに、なんで一方の社会では社会に革命が起こり、一方の社会ではあまりそのような反応は見られないのかということですね。でこれって何なんだろうなっていうことをずっと考えてまして、で今年私はですね結構インパクトのあった宣教のパラダイム転換という本を読んで結構すっきりしたんですけれども、これちょっと説明したいなと思います。でこの本ちなみに上下巻で、700ページぐらいある本の上下巻なんで1500ページぐらいあるんですね。で1冊8500円ぐらいするんですね。それでこれがなんとね練馬区の図書館にあったんですよ。でおおあると思って、で借りて読みました。で読んだ内容、1500ページの内容をこのスライド1枚で説明するという不可能の可能性に挑みたいと思うんですけど、ですね、どういう本だったかと言いますと、これはねキリスト教の宣教の2000年間の歴史を復習しますよという本です。で彼が言っている一番のポイントは何かというと、キリスト教の宣教というのはその時代の思想、そして文化、価値観の上に築かれるので、それと無縁でいられないっていうのが彼のポイントです。でパラダイムという言葉は一番最初に使ったのはフーンという人で、これは自然科学とかサイエンスの分野で使ったんです。それを宣教の世界に当てはめるとどうなるか。でパラダイムって一番代表的なのが天動説と地動説の違いなんです。コペルニクス的転換、その前と後で世界の見え方が変わるということです。で彼はどう説明したかというと、古代から中世という時代があったと。で1から15世紀、とてもざっくり説明しますよね。この、時代の宣教のパラダイムというのがあったと。それは古代から中世の価値観の上に築かれたので、そのような宣教だったって言うんですよ。でこの時代に宣教の主体を担ったのは教父、教会の父ですね、たちとか、ローマカトリックの司祭たちだったんです。で修道院とか、教会の礼拝堂、そして霊殿が宣教の役割を果たしたと。で使徒の働きを彼は調べたんですよね。そうしたら分かったのは、私たちが今伝道とか宣教って言ってるものがありますよね。トラクトを配ったり福音を伝えたり四つの教とか、そういう意味の宣教って使徒の働きの時代にはなかったっていうんですよ。教会のリーダーが一般の人に説教してる箇所ってたくさんあるんですよね。ペテロが3000人に説教した話とかね。でも一般信徒が積極的に人の家に行って、あるいは自分の友達にイエス様のことを語って聞かせるみたいな訓練とか探すことができないんですって。だからこの時代の、使徒の働きから始めて15世紀までの宣教って私たちが考えているものとは全く違ったと。で、近世という時代が来るんですね。で16世紀から18世紀、この時代、どういうことがあったかというと、宗教改革があったので、この時代に、宣教の主体を担ったのはプロテスタント教会だったと。でジョン・ウェスレーとかご存知ですか。ピューリタン革命とかね、ああいう時代なんです。でさらに時代が進みまして近代です。で近代は19世紀から20世紀です。でこの時代に宣教の中心を担ったのは、キーになる国家はアメリカなんですよ。で、例えば文書伝道、
そして例えば先ほどのビリー・グラハム出てきましたけれども、クルセード、こういったものが出てきたのも近代の時代なんです。で、実はですね、デイビッド・ボッシュも言ってるんですが、実は、多くの思想家また社会学者たちが言ってるのは、この近代っていう時代はもう終わったのではないかと。で、歴史って後の時代の人が過去を振り返って定義するので、まだ断定はできないんです。断定はできないんですけど、おそらく新しい時代に突入しているだろうと。それを人々はポストモダンと呼んでいます。だとするならば、神の心を語るという意味での宣教の形っていうのは赤、青、緑で表してきましたけども、今紫のポストモダンはこの宣教の形って多分近代とは別のものになるはずで、そうすると文書伝道であったりとかクルセード、そういったものが21世紀に何かうまくいかないかもしれないなという、みんながもやもや感じていることがすっきり分かってくるんじゃないかっていう話なんです。そうすると先ほどの池袋の話も理解できますよね。なるほどということになります。で、近代の終焉と新しい時代の始まり、少し駆け足でいきますけれども、ポストモダン世界のキリスト教という本を書いている、マクグラスという神学者がこういうことを言っています。近代を特徴づけるものというのは右肩上がりの社会ということですね。で、近代ってどういう時代かというと、科学によっていろんな病気とかがなくなっていったりしたんですよね。伝染病が解決されたりとか。で、このまま人類はあらゆる問題を科学の力で解決できるだろうって楽観的に考えていたのが近代の特徴なんです。で、啓蒙主義って言います。今までその科学という知識がなくて無知蒙昧だった民が啓蒙の光によって目が開かれて、そして病気とかを治していって、そしてより高次な、より次元の高い生活をしていくようになるだろうという目算があるんです。そして合理主義、ああすればこうなるという単純な因果関係です。そして大きな物語、先ほどの東西冷戦ともとても関係があるんですが、世界を説明するただ唯一の理論があるということを純粋に信じていた人が多かったのが近代の特徴です。で、このような時代に、福音宣教でどういうものだったかといいますと、先ほどの復習になりますが、まず人間中心的で楽観的な右肩上がりの発想というのがあったと。20世紀の、これデイビッド・ボッシュが言っているんですが、20世紀のアメリカのとある宣教団体のキャッチフレーズにこういうものがあるんですね。それは、私たちが生きている間に福音宣教を終わらせる。で、これほど人間中心的な宣言ってあります？でもそれってこの近代という文脈に照らすと結構当たり前の発想なんです。なんせ私たちは進歩していくんですから、そして全ての問題を科学は解決していくんですから、それと同じ発想で福音があらゆる問題を解決していってユートピアが来るに近い右肩上がりの発想をしていたということですね。で、福音を宣言すること、これもね、啓蒙思想というものに影響を受けているんですね。さっき あのバルーさんの話ともちょっと関係があるんですが、つまり今まで何も知らなかったと、福音という情報をあなたたちは知らないでしょうと、例えば日本人とね、鎖国の時代の日本人と、それに啓蒙の光によって福音を教えてあげましょうと、そしてそれが福音伝道なんだと、福音を宣言することで人が変わるという前提です。そして論証によって無神論を論破するんだとです。キリスト教弁証学という神学校の授業がありますね。これってつまり無神論の人に対してキリスト教が正しいということを論理的にもう反論できないわけです。で、反論できなくした方が真理だというふうに考えられていたのが近代という時代の前提なんです。でもその前提が崩れたのがポストモダンなんです。はい。で、さまざまな問題に解決を与えること、まあ現世利益ですね。繁栄の神学って聞いたことあるんです。つまり福音を信じて、そしてクリスチャンになるととてもいろんなことがうまくいくと、病気も癒されると、そして、お金も儲かると、国家も繁栄するとっていう考え方ですね。で、こういったことが割と考えられていたと。でもその時代のただ中にいたら多分私もそのように考えていたと思います。で、時代ってそういうものなので彼を責めるっていう話ではないんです。
でも新しい時代に入ったとあらば、それに即するような福音の提示の仕方があるんじゃないかということを、人々は、マクグラスさんも言っていまして、でじゃあポストモダンを特徴づけるもの、これは何かというと、まず確立主義の否定というのがあるんですね。つまり先ほどの大きな物語みたいなもので、世界にはたった一つのグランドセオリーみたいなものがあるという前提で社会を推し進めていくと、たくさん抑圧される人も出てくるし、たくさんの問題が逆に出てくると、で確立主義というのはちょっと限界が来たと、で多様性というものの方がむしろ大事だねという話になってきたと、で物語の強調で真理に到達するには論証では不十分だと考える人がポストモダンには大多数です。そしてイメージの強調、そして共同体の強調でこのような時代に、適切な宣教って何かというと、マクグラスさんが言っているのは、まずイメージの重視ですね。結構21世紀になって東方教会とか、そういう、まあ、過去に、まあ、プロテスタントが私たちは進歩してきて置き去りにしてきたと思った教会の習慣ですね、霊蔵って言って静まって自然の中で神を思うとかね、そういったことに対する見直しがとても起きてきてるんですね。次、共同体の創出です。で学び自体より学びの構造を重視するようになった。でアルファコースっていうイギリス発祥の聖書入門講座があります。でこれとても世界的に成功してきていて、でたくさんの人がそれを通してイエス様を信じたんです。で、当初この学びの内容がいいんだとみんな思ってたんですよ。でもマクグラスさんはそうじゃないっていうんですね。そうじゃなくて、実はアルファコースが成功しているのはこの学びの構造だっていうんです。アルファコースって毎回グループで学ぶということを重視するわけなんですよ。でそこで何が学ばれたかというよりも、どうやって学ばれたかですね。そのどうやっての部分に友達ができるという要素があるんです。でこの友達ができるというのがポストモダンの人々のとても大切な必要だったんだと、それに合致したことがアルファコースの成功の理由だというふうに言っています。そして物語の重要性、これはもう私の物語を物語ること、これは論証することによってではなくて物語ることによってというふうにマクグラスさんは言っています。で、もう一度、違う角度から復習しますと、簡単に、前近代って、まあ、近代以前ですね、日本でいうと明治時代とか江戸時代とか、まあ、今でも世界の本当の田舎の田舎ではこういう社会があります。こういう社会で物が欠如しています。で物が欠如した社会に対する宣教って大抵開発というパラダイムになるんですね。なのでインドの田舎でも未だ開発の価値観は有効なんですよ。つまり公衆衛生を教えたりとか、トイレを作ってあげたりとか、それと一緒にイエス様の福音を語るととても適切なんです。で近代の時代って何が足りなかったかというと、物がどんどん溢れた時代なんですよね。でも情報の欠如ということは依然あって、グーテンベルクから情報は行き渡るんですけども、それによって何が認識されたかというと、情報を知らないよということを皆さんが知るようになったんです。つまり情報に価値があった時代というのがありまして、この時代は啓蒙というパラダイムになります。つまり知らない人に4つの福音とかを通してイエス様の福音を伝えてあげるというパラダイムなんですね。ところがポストモダンの社会って実は情報も物も飽和してるんですね。そのような社会で何が欠如しているのか、でこれまあいろんな答えがあるんですけれども、多くの人が、マクグラスさんも言っている、そして私の、お世話になったボブ・モフィットさんも以前言っていたんですが、今の社会、ポストモダンの社会に欠如したとても大切なものって何かというと、結構情報がなくて困っている人はあんまりいないですね。みんなウィキペディアメディアにつながることができますから、物もないですね。で、愛もそうなんです。でもですね、こういうこともできるかなと思うんですね。意味を欠如していると、ポストモダンの社会に一番欠けやすいものって意味なんです。価値多様性とか価値相対主義とかって言うんですけど、みんながみんな好きなように生きたらいいよっていう社会に近づいていくんですね。聖書に知識ってありますよね。
それに近い社会になっていると。そうしますと人々は意味をだんだん見失っていくと。で、意味の欠如にみんな悩み始めるのがポストモダン社会の一つの特徴なんですよ。で、それに対して情報で対応してもあまりうまくいかないですよね。みんな調べれば分かる世界ですから。そうするとどうなるかというと、物語ということがとても大切になってきます。私たちが物語を生きるということがとても大切になってきます。それが最後のポイントです。では私たちはどのように生きればよいのか、はい、2つの実例を出したいと思いますね。で、物語ですから、これに対して論理的に体系立てるとちょっとまた情報になっちゃうんで、物語を物語りたいと思いますね。2つです。1つは私の社会人としての14年の歩みです。物語ですので回答ではありませんし、新しい情報ではありません。でも私の話をしたいと思いますね。で、ここで多分こういう話するのは初めてだと思うんですけれども、私はですね、豊橋市の職員をしてたんですね。ですよね。それで、で月曜日から金曜日まで豊橋市の職員として働いて、で土日は教会でね活動してましたね、この頃ね。で、ノリノリモンキーズの講師をして、ちょっと意識を失ってノリノリモンになったりとかして結構いろいろ活躍してたんですね、僕ね。で、いろいろ教会で活躍してたんですけど、聞き屋もしてたんですよね。なんですけど、この職場での話ってここであんましたことないのでしますね。で、僕どんな仕事してたかというと、食肉衛生検査という仕事、これは僕の写真ではないんですが、これ牛の枝肉ですね。で、牛を屠殺して解体して肉にする工場がありまして、東三河食肉衛生検査所という検査所がありまして、でそこの職員として獣医の専門知識を用いて、この枝肉が安全かどうかという検査をしていました。そこには微生物の検査もありますし、 BSE の検査もありますし、その作業を衛生的にして雑菌が繁殖しないようにという啓蒙活動もあります。で、そういったことを僕6年間やってたんですよ。で、僕は最初はね、就職するときに、大学生の時にとても僕伝道の人だったんですよ。陣内君って言ったら、もう聖書持っていつも歩いてる人でしょうと。ほんで大学の預言者みたいな人だったんですよ。ステスマのヨハネ有名だったんです。で、僕の伝道としてイエス様を信じた人10人ぐらいいて、6年間でね。で、その嬉しいなと。で、僕いつか宣教師になりたいと思ってたんですよ。でも、まず社会で働いた経験が絶対に必要になるから、宣教師になるって言っても誰に宣教するかというと社会で働いてる人ですからね。だから その経験が絶対必要だと思って獣医になったんです。で、公務員を選んだのは、土日に教会に行けるかなと思って選んだんですよ、正直。で、やってみたんですよ。で、最初はもう土日に教会に行くために仕事してるみたいな、メンタリティなんですけども、だんだん変わってきまして、その変わってきた影響がおそらくは先ほどのケープタウンコミットメントとかに連なるボブ・モフィットさんという、ね、師匠の影響とかが大きくて、だからやっぱりキリスト教全体の影響って僕という個人に大きな影響を与えたんですよ。で、途中ぐらいからとても大きく変わっていて、この仕事って神の仕事だなと思うようになったんですね。で、枝肉に最後に全部の検査が終わりましたよっていうハンコを押すんです。それは食紅って言ってね、食べれるインクがあります。で、それでハンコをペタンと押すんです、豊橋市っていう。で、そうするとこれ肉は安全なんですよっていうハンコなんですよ。で、それを押しながら僕はいつも祈りながらハンコを押すようになりました。で、どうかこのお肉を食べる人が今週1週間元気でありますよそして健康でありますよ。で、健康であるために仕事してるんですからね、そもそも。で、この食肉処理場では、年間に牛が1万頭、豚が20万頭屠殺されて肉になります。で、人口カバー率でいうと大体ね、この東三河全域の200万人ぐらいの人がこの肉を食べることになります。牛と豚肉です。で、その人たちが食べる肉、この6年間それらは祈られてたんですね。で、食前の祈りってしますよね、皆さんね。で、食前の祈りってこの食物を祝福してくださいって祈りですよね。つまりこの6年間誰も食前の祈りをしてないのに、もうすでに食前の祈りがされてたんですよ。だから皆さんが祈ったら2回目です。
まず僕がハンコを押すときに祈って、皆さんが食べるときにもう一度祈ってた。で、こういう仕事を僕はしていました。で、2008年に僕は転職をしまして、やっぱり宣教師になりたいという思いが消えないかなと、そこに飛び込んでみようと思いまして、で、2008年から2013年まで NGO の働きをするようになります。今もしていますね。で、まあ、海外のそのアフリカに行ったりとかして、で、インドにも行き、で、日本の教会をこういうふうにね、お話しして啓発したりとか励ましをしたりとかしてきたんですね。で、インドにね、学校が建ったりとか、で、それを通して救われる人ももちろんたくさんいるし、で、それは充実した働きなんです。でも、その時に、まあ、いろんなもん、ちょっと一言では説明できないたくさんの働きというかね、震災支援もするし、ちょっと何やってるのか自分でも分かんないなと思いながら、いろんなことをやりながら、でもやっぱり自分の原風景っていうのは、あの肉にハンコを押す風景なんですよね。あの時のモチベーションと祈りで僕は NGO の仕事をずっとやってたんです。今も皆さんに話しながらそのように話しています。で、2013年に僕は体調を崩しまして、で、まあ、震災とかいろんなことがあって、燃え尽き症候群という、ね、病気がありまして、で、2年間全く働けないという、ね、本当に予想外のことが起きて、で、その時情けなくてね、本当にもうなんていうんでしょうね、まあ、恥ずかしくてね、情けなくてね、仕事できないなと、その神の働きに参加できてないなと、申し訳ないなとずっと思ってるんですよね。で、ずっと思ってて、神の働きに僕参加できてないですわって神様に言っていた時に語られたのが、今あなたがそこで病んでいるのが神の働きだって言われたんですね。で、回復するようになって約1年なんですが、で、まあ、うつと燃え尽きの体験をいろんなところで、ね、語ったりするようになりました。その時どういう経験を経て、そしてどういうふうに神が引き上げてくれたのかと、で、それはとても多くの人を、ね、励ましているように思います。で、以前のような方針を部分的に再開したりしてるんですよ。で、依然として、ね、先は全く見えない人生だなといつも思うんですよね。ちょっと公務員をしているとちょっと風景が違ってて、でも一つだけ分かることっていうのは、年々確信が強まるんですが、それはだから私はこの時代に生まれたんだなといつも思うんですね。だから私は今こうして病気をしているんだと思うし、だから私は今こうして病気を経て、病気を経た話をしているんだと思うし、で、アブラハムの将来ってとても世界史的意義が大きいんですよ。で、ある著者がこう書いてるんですね。アブラハム以前とアブラハム以後で世界史って変わったんだと。アブラハム以前は世界って無意味な繰り返しだったんですね。アブラハムという人の生涯が生きるということに目的を与えたって言ってるんです。でも、アブラハムって生きるということに目的があるよって言った人じゃないですよね。彼はただ生きたんですね。で、アブラハムの物語が神の物語だったからですね、それは。で、私もそのように思いますね。私の物語は神の物語。次のね、これで終わります。古代のね、クリスチャン大工の話っていうのを最後にしたいと思うんですけど、今の私の話で、で、ローマ帝国の時代にクリスチャンって一番最初使徒の働きの時代ってすごく少ないんですよね。多分数百人だったんです、全世界のクリスチャンって。で、それが人口の 10% ぐらいに上がったときに国教化されたんですよ。じゃあ数百人から 10% すごい開きがありますよね。それでどうやって増え広がっていったのかっていうことを研究した人がいまして、その人の研究の中に書いているのがこのクリスチャン大工の話なんですね。で、その時の残っている考古学的な資料を読むとこういう記録があるんですって。それはその時の社会のクリスチャンの大工っていう人がもちろんいるんですね。で、その作られた製品がクリスチャンの大工によるものか、クリスチャンじゃない大工によるものか、買った人は見分けがついたっていうんです。なんでだと思います？なんかイエスは主ですとか覗いたら書いてるとかじゃないんですよ。なんか魚のマーク書いてるとかじゃないんです。クリスチャン大工が作った家具っていうのは人目につかない、覗かなきゃわからないところまで丁寧に作ってあったからだっていうんです。なぜか、
それはクリスチャンは人が見てないところでも自分の仕事を見ておられる神と共に仕事をしてたからですね。何をするにも 人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っているのです。あなた方は主キリストに仕えています。つまり主キリストがこのタンスを使うんだと思いながらきっとタンスを作ったんでしょうね。そうするとそれっていい仕事になるでしょうね。で、なぜ私たちは働くのかというタイトルですが、やっと着地できそうなんですが、私たちは働くんです。ある時は働けなくなります僕みたいに。でもそれは全部神のためです。病気になる時もありますね。その時はもう全力で苦しみましょうね、神のためにねで働くときは全力で働きましょうね、神のために。私たちは働きます。なぜなら神が働いておられるからです、お祈りしたいと思います。愛する天の父の神様、今朝あなたが、私たちと共に待ってくださって、共にこの礼拝を捧げ、主の御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。どうぞ一人一人が、使わされている明日から行く、またその場所で主が働いておられますから、それに私たちが参加することができます。どうぞ一人一人の手を強め、足を強め、知性を強め、その創造性とここからの仕事を祝福してください。そしてそれがこの地域全体を、またこの日本の社会を強めていきますように。神の御国がこの地に来ますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。で、だいぶ長くなって申し訳ないんですけど、最後に一つだけ告知をしますね。で、さっき、昨日もした告知の繰り返しなんですけれども、予告として、実は昨日と今日の4人あって弟子として生きるセミナーというのはちょっとプレイベントの意味があって、来年の春にぜひ愛知県で4人弟子セミナー合宿を、開催したいなと思っていまして、まだ会場とか日程まだ未定なんですが、私たちがそのような自分の仕事は神の仕事だと思いながら働き、そしてそう思いながら働いている仲間とつながることができるような学びと実践の共同体を、ね、作っていきたいなという思いが、僕とロボタ君に与えられていまして、その時には、ね、ぜひ皆さんもお祈り参加していただければと思います。じゃあ、ありがとうございました。